はい、宮古城オステオパシー治療院の海老原孝です。今回はですね、ロングファスティングのファスティング期9日目ということで、食欲を減らして、そして体に悪い太る食品を簡単にやめる効果についてお伝えしようと思います。で、私はですね、エキスパートファスティングマイスターといって、日頃は健康的にですね、正しく効率的なファスティングのサポートを行っているんですけども、今回はですね、私が行っているロングファスティングの経過とともにファスティングの効果をお伝えしているところです。で、今回の動画をご覧いただくとですね、あなたのいつも食べ過ぎてしまう食欲を抑えてくれて、しかも体に悪い食品とか太ってしまうと分かっていても食べ過ぎてしまう食品をやめられる方法と理由が分かりますので、食欲を抑えて自然にダイエットがしたい方、そして体に悪いものをやめたい方、太ると分かっているけどやめられない食品をやめたい方は、ぜひ最後まで動画をご覧になってください。このチャンネルでは、健康、美容、ダイエットに必要な食事や生活習慣の情報を聞き流しても理解しやすい内容で毎日お伝えしていますので、お見逃しのないように、ぜひまずチャンネル登録をお願いします。ということで、食欲を減らして体に悪い食品を、太る食品を簡単にやめる効果についてお伝えしたいと思います。で、私はですね、現在ファスティングをしているところで、今日がファスティング期の9日目になります。で、今日もファスティングを終えてですね、この動画を仕事が終わってから夜に撮っているところですね。で、私は今日もお仕事でしたので、ファスティング中なんですが、今日も多くの方を成長させていただきました。で、このロングファスティングを始めた時からですね、今回はどれぐらいファスティングをその続けようかなというふうに考えながら、まあ、ノリでね、ファスティングを続けようと思って続けてきたんですよ。まあ、最初はね、その5日ぐらいをファスティングしているので、まあ、5日ファスティングぐらいでもいいかなと思ったんですけども、今回はですね、まあ、もう9日目ということで、まあ、結構長くなったんですが、で、それでいつまでしようかなって、その、どれぐらい続けようかなというふうに考えてやったんですね。で、まだその体は軽いし、まだまだ続けられそうだなというふうに考えて、まあ、感じていたんですけども、今週のね、日曜日に食事をする予定が急に入ってしまったんですよ。でね、回復食を考えると期間がね、ないんですよね。今日が、木曜日の今夜ですので、回復食の期間が、ね、ないんですよね。だからまだまだそのできそうなので、非常に残念なんですけども、もうこれはやばいと思って、回復食できないとね、その食事ができないからですよね。やばいと思って、もう今日が急遽、ファスティングの最終日になっちゃいました。で、まだまだできそうなので、非常に残念なんですけども、私はですね、自分の都合のせいでね、他の方が楽しく食事をするのを邪魔したくないですので、いや、ちょっとファスティング中なので、ご飯は食べれないよとか、そんなちょっとね、さすがにその空気読めない人かなと思うので、まあ、外をやめるのが仕方ないところかなと思うんですけどね。また今後ですね、このようにロングファスティングをしようと思った時には、お伝えできればと思いますので、まあ、今回のファスティングは9日で終わろうかなと思います。まあ、できればね、12日ぐらい行きたかったんですけどね。まあ、それはまた今後やっていきたいなと思います。で昨日は若返り遺伝子のスイッチをオンにして究極のアンチエイジング効果を手に入れられる方法についてお伝えさせていただきましたが、今日はですね、引き続きファスティングの効果ということで、食欲を減らして体に悪い食品を簡単にやめる方法についてお伝えしようと思います。で、この効果もね、やっぱりすごいんですよね。これやっぱりね、この効果を得なくことで、その痩せやすくなったりとか、体にね、不健康な食事をやめることができたりとかって、まあ、やっぱりものすごく人生にとってプラスになるんですよね。で、毎日がですね、食べ過ぎてしまうとか、あるいは、ね、まあ、お腹いっぱい食べないと満足できないというお悩みの方って、多くの方が持っていらっしゃるんですよ。で、あるいはね、体に悪いと分かっているような、明らかに太ってしまうような、例えばですね、ポテトチップスとか、チョコレートとか、菓子パンとか、アイスとか、ジュースとか、このようなものってね、ものすごく体に悪いって分かるじゃないですか。しかも、ものすごく太るって分かるじゃないですか。でも、それが分かっていても、なかなかやめられない方って結構多いんですよね。このようなですね、食べ過ぎとか、あるいは食べてはいけないのにやめられないものというのは簡単にやめ方があって、そうでないとなかなか自然に減らしていったり、やめるっていうのは結構難しいんですよ。結構ね、その苦しみを伴うんですよね。ですから、あなたも経験があるかと思いますが、短期間続けられたとしても、すぐに元に戻ってしまうんですよね。ですので、これを簡単にやめる方法について、お伝えしようと思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧になってください。で、まずですね、食べ過ぎの方から、食べ過ぎてね、その減らすことができない方から、そのメカニズムについて説明していこうと思いますが、あなたはですね、たくさん食べないと満足できなかったりですね、あるいはすぐね、お腹が空いてしまうのにですね、他の人はですね、痩せている方は少ししか食べてないのにすぐにお腹いっぱいになったりとか、お昼まで余裕で持つような場面っていうのは見たことがないでしょうか。自分はね、そんなにたくさん食べないとね、すぐお腹空いちゃうのに他の方
方はね、なかなかお腹空かないからなんでだろうっていうふうに考えたことってないんですかね。なんで自分だけたくさん食べないと満足できないんだろう、胃袋が大きいからなのかなとか、まあ、だから痩せないのにって思いませんか。私はね、ずっとそれを考え続けていたんですよ。高校卒業してからね、食欲が落ち着くことがなくて、で専門学校へ行ってですね、一人暮らしを始めてからもうブク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 太ってしまって、もう抑えが効かない状態だったんですよね。でこういった経験って、今太ってる方であれば、まあ、誰でもしたことがある経験だと思います。ですがこれは胃袋がね、大きくなってしまって食べる量がね、増えてしまったわけではなくて、満腹中枢がおかしくなっている状態なんですね。でそれがなぜかというと、毎日が食べ過ぎていった結果、満腹を感じるポイントがずれていってしまった状態なんですね。だからその普通はね、これぐらいで満腹がね感じるんですけども、それを食べたり終わりですね、どん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 増えていってるのは、ずっと増えた状態が大きくなってしまうと、どんどん満腹のポイントがずれてしまうんですよ。もうこれぐらい食べないとその満腹にならないとか、もっと出てもうこれぐらい食べないと満腹にならないというふうになってしまって、この満腹中枢のポイントがずれてしまった状態、これを一般的に胃袋が大きくなった状態だと呼んでいます。でこの状態だと、いつもより少ない食事量では満腹感を感じることができないですので、どうしても食べ過ぎてしまうんですね。ですからもう一度満腹中枢にこれだけ食べれば大丈夫なんだよという感覚を覚えさせる必要があるんです。それができれば満腹中枢がある程度の食事量でも満腹に感じることができるようになって、総摂取カロリーとか糖質の量は抑えられますので、自然と痩せていく痩せ体質を作ることができるんです。でそのためには何をしなければいけないかというと、満腹中枢をリセットするために何が必要になるかというと、胃や腸の中をですね、空っぽにする時間を作ってあげるんですね。でそうすることで胃や腸が何もない状態となって、満腹感を感じるポイントを下げることができ、少ない量でも満足できる、いわゆる胃が小さい状態を作ることができます。でこの満腹中枢をリセットするためには、2日間は胃や腸を空っぽにすることがいいというふうに言われています。でそしてですね、その詳しい方法をちょっと置いておいて、次にですね、体に悪い食品や太ってしまう食品をやめられない方のケースに移りたいと思いますが、こちらはですね、脳が食品に依存してしまって食べないと中毒症状が出てしまって、欲しくてもたまらないなっていう、まあ、ことになってしまって食べてしまうという、まあ、離れられない状況になってしまっています。で多くの方がなかなかやめられない中毒症状から離脱できない食品は次のようなものがあります。例えばですね、ポテトチップス、そしてピザ、チョコレート、クッキー、アイスクリーム、フライドポテト、チーズバーガー、炭酸飲料、ケーキ、チーズ、ベーコン、フライドチキン、菓子パン、ポップコーンなどが、ありますが、まあ、よくね、食べないというような、ジャンクフードとか菓子パンとか、まあ、菓子じゃない、お菓子などがラインナップされていますよね。やっぱり、ね、ポテトチップ食べない、そのやめられない人多いですよ。あとはね、チョコレートもね、毎日ちょっとずつなんですって言いながら毎日つまんでる人もめちゃくちゃ多いですし、あれはアイスクリームもね、今から暑い時期になるとやっぱ増えてきますよね。寒い時期でも食べる方多いですから、まあ、アイスクリームもね、やっぱなかなかやめられないんですよ。でご飯を食べに行ったらね、必ずそのフライドポテトを食べる人もいますし、あるいはね、そのジュースをやめられない方とか、ケーキが大好きでね、毎日食べる方もいらっしゃいますし、あとはですね、菓子パンもひどいんですよ。これもうパンじゃなくて、これお菓子ですからね。それに気づかないで食事の代わりに菓子パン取ってね、体を壊してる方がめちゃくちゃ多いんです。まあ、こういったその、よく食べられてる食品はね、なかなかやめられない仕掛けがあるんですね。で人間がどうしてもやめられなくないように調整されているんです。でこのような食品は加工食品、あるいは超加工食品というふうに呼ばれています。つまり加工されすぎている食品ということですよね。でこれらの食品が依存を招いて離脱が難しくなることは研究の結果からも分かっています。でこれはミシガン大学とかニューヨーク肥満研究センターが行ったもので、ピザなどの加工食品がドラッグと同じような形で人間の体に作用するために中毒症状が出ることが分かった実験になります。でこの研究の対象者は大学生120名とオンラインで募集した398名です。でその方たちにですね、アンケート調査を行ったものですね。でこの実験では2つの食品の組み合わせを提示してですね、よりやめにくい食品を想定していったものです。で例えばですね、ピザとキュウリとか、あるいはですね、ピザとキュウリでピザの方がね、やっぱりやめにくかったら、あるいは今度はですね、そうですね、ピザと、そうですね、胸肉の、サラダとかね、そういったものをその比べていって、どちらがやめづらいのっていうその食品をですね、選んでいったものなんですよ。
で、その中でですね、いろんな食品の中からやめづらい食品をね、どんどん選定していったんですね。で、やめにくい食品に選ばれたものというものは、つまり依存してしまう中毒症状のある食品だということなんですね。で、この実験では最終的に35種類の食品で中毒性が高いものが選ばれました。で、その結果、選ばれた食品にはどれも共通点があったんですよね。で、それは脂質、糖質、そして塩分が多く含まれた食品、多く含むように調整された加工食品だということです。で、このようにですね、食品に多く含まれる脂質、糖質、そして塩分の組み合わせは脳の報酬系を刺激することでやめれなくなってしまうんですね。で、報酬系というのは中脳から前脳へと伸びるドーパミン神経系の働きで、もっと欲しくなるという、もっと欲しいというような思うような感覚を作り出す脳内回路なんです。で、これはニコチンとかアルコール、タバコとかアルコールですね、あるいは薬物などの欲求を感じる時にも働くメカニズムなんですね。ですからこのような加工食品はタバコやアルコール、あるいは薬物と同等の強烈な欲求を生み出してしまって、この欲求に応じて加工食品を摂取すると神経伝達物質のベータエンドルフィンが分泌されてきて幸福感とか満足感をもたらします。ですからこのような食品はやめられないんですよね。で、やめるのであれば薬物をですね、やめるくらいのつもりでやめる必要があるんです。例とまとめるとですね、食べ過ぎてしまう人は食べない期間を作る必要がありますが、食べ過ぎな人にとってはとっても辛いことですので、まず難しいですよね。それができたら今までできるじゃないですか。そしてやめれない食品をやめる場合にも、やはり思い切ってやめる期間を作る必要があるんですが、こちらも中毒症状が出やすいのでかなりきついですよね。じゃあどうすればいいのか、簡単にどうやってやめればいいのかというと、ファスティングなんです。いやいや、ファスティングも辛いでしょっていう声が聞こえてきそうですが、実はそうではないんですよ。で、食べ過ぎの人にとっては量を減らすのは結構辛いんですよ。で、それがなぜかというと、いつもの食事よりも少ない食事の場合には血糖値が下がってしまうからなんですね。で、そうすると空腹感とか眠気、ふらつきなどがありますので、かなりきつい思いをしてしまいます。ですがファスティングでは専用の酵素ドリンクを、こういった酵素ドリンクをね、使いますので、この酵素ドリンクをね、2時間おきに、飲むんですよ。そうするとですね、血糖値を2時間おきに上げてくれて、1日中同じ値に保ち続けるんですね。で、そうすると不思議と空腹感は出ないんですよ。で、これを経験すると、これを覚えるとですね、空腹感というのは胃の中が空っぽだから起きるのではなくて、血糖値が下がるから起きるんだということが理解できるようになります。で、それが理解できればですね、ファスティングを終えた後もたくさん食べる必要はないことが分かるんですよ。血糖値さえある程度上がれば、血糖値が、空腹感がなくなりますので、それまでで十分だということが分かるんですよね。そしてさらにファスティングでは3日間はドリンクだけですので、胃や腸の中が空っぽの状態になって、満腹中枢がリセットされて正常化します。ですからファスティングの後にですね、以前と同じ量を食べられなくなっているんですね。だから少ない量でも満足できるようになっているんですよ。だから食べ過ぎを防ぐことができるんです。ですので、ファスティングを終えてからは食事量を無理なく減らせますので、その後はですね、もうファスティングじゃないけれども、徐々に体重が減っていったという方が非常に多いんですね。で、また、痩せられない食品がある方の場合、ファスティングをすることによって脳の依存を断ち切って、そして新たにですね、出汁に依存させるので非常にやめやすくなります。で、よく何かを続けるときに3日坊主でやめてしまうというふうに言いますが、実は何かを続けるには3日間が大きな山になるんです。また同じくですね、何かをやめるときにも3日間が大きな山になるんですね。ですがファスティングではですね、3日ファスティングであっても最低で7日間回復志向を長くすれば9日がありますので、3日以上は余裕でかかることになりますので、その間は先ほどお伝えしたような依存しやすい食品は取らないことになりますよね。ですから脳の依存は断ち切れますので、やめやすくなるんですよ。そしてさらに準備食とか回復食では、だしを使った料理、和食を中心とした食事を行ってもらいます。で、先ほどの脳の報酬系のせいでやめにくくなるというふうに話をしましたが、実はだしもですね、脳の報酬系を刺激しますので、依存性、中毒性があるんですよ。それが研究の結果からも分かってるんですね。でもだしというのは、昔から日本では取れ続けていて、日本人はとても馴染みの深いものですよね。で、危険性はとても低いですので、嬉しい中毒なんですよ。
嬉しい依存性なんですよね。ですので悪い依存を断ち切って新しくいい依存を作り出しますので、悪い食品をやめやすくなるんです。でこのようにファスティングを行うことで食欲を正常化して、そして悪い食品をやめることができますので、太りにくくなりますし、健康になることが簡単に行えるようになるんですね。ですので適切な量の食事に変えて痩せ体質になりたい方、そして健康になりたい方は、ぜひファスティングに一度チャレンジしましょう。やっぱりね、そのファースト、食べ過ぎな方とか、やめられない食べ物がある方はですね、やっぱりその、そういった食品があったり食べ過ぎてしまうから、ファスティングやっぱり無理じゃないかって思う方が多いんですよね。でも実際やってみると、みんながやっぱ成功されていくんですよ。それはやっぱりね、ファスティングの効果を経験してみないとわからないからなんですよね。だからぜひ一度ね、ファスティングチャレンジしていただきたいですし、もしそれが難しい方はですね、朝ごはんだけファスティングドリンクに置き換える朝だけファスティングとか、夜ごはんだけファスティング置き換える夜だけファスティングというものもあるんですよ。それが半日ファスティングというんですけども、そちらからチャレンジされるとですね、それからそのお腹が空かないことが理解できて、ファスティングに3日ファスティングにチャレンジできる方も本当に多いんですよね。まあ、だからそういった半日ファスティングから入るという方法もありますので、ぜひファスティングにチャレンジしてみてください。でファスティング、その半日ファスティングを行う場合はですね、夜だけファスティングドリンクに置き換える半日ファスティングのがおすすめです。夜だけファスティングの場合にはですね、まあ、例えば8時とかにね、その最後の、最後でまあ、ファスティングドリンクをね、夜だけ夜ご飯に置き換えて取っていただくんですけども、その後ね、すぐ寝てしまえばお腹すく暇ないじゃないですか。まあ、だから簡単に夜だけ置き換えができるんですよ。でそれを何日間かね、まあ3日以上継続してもらえば、満腹中枢もね、徐々に落ち着いていきますので、まあ、だから夜ご飯の量も減らすことができてくるんですよね。まあ、だからその夜だけファスティング、半日ファスティングを検討して、ぜひその3日ファスティングにチャレンジできる土台作りからね、考えてもらえればいいなと思います。でこのチャンネルではあなたの健康と体のお悩みを解決できる情報をお伝えしています。で今回の動画は少しでも役に立ったなと思われた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。で今回の動画はあなたの大切な方にも話してですね、一緒に健康になるように努力しましょう。もし私の接する整体院とか、私がサポートしているファスティングにご興味のある方は、下の説明欄のホームページのリンクがありますので、そちらからホームページをご覧ください。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、見ただけで終わらず実践するために、どのように実践したいとか、実践した感想など、ぜひ今の気持ちをコメントに残しておいてください。また LINE アットでは動画の更新情報を毎日お届けしているほか、ご相談やご質問などの無料相談、あるいはこのような動画が欲しいなというようなご要望などを受け付けておりますので、ぜひご登録ください。あとはですね、下のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。最新動画の見逃しがないように、こちらのチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。